師匠、お元気やけ、なんや。あったんです、あったんですよ。何がや。見つけたんです、お願いします。どう、あ、フェミニスト図鑑2022第2回って。あ、まあ、4人、1巻と同様4人挙げられてんだけど、はい、4人中3人が俺が1巻の時に言った人やんけ、はい、俺のだから挙げたの3人しか挙げてないから、この人とこの人とこの人、はい、だから石川由美さん、田島先生、上野千鶴子って言ったやん俺、はい、100% 当たってるやんけ。さすが俺、さすが俺、もうフェミニストのことが予想できるようになってきたら嬉しないわ別に。そんな当たっても、当たるようになっても何も嬉しないわ。どんだけ詳しくなってんねんって話しちゃう。はい、まあ2巻見ていこうか。はい、石川由美さんな、うん、まあぶっちゃけ、はい、あ、なんでこの1巻と2巻の顔ぶれがこうなってんのか分かったな。分かったんですか。だから要するに一巻は、はい、こういうバックボーンがありますよっていう、そのバックボーンがポンとなんかさ、はい、なん従軍なんとかのさとか、はい、そっち系の人ばっかりって一巻は。だから2巻は一応そっち系、まあもろに2人目なんてもろにそのそういう人もいるけどさ、うん、けどさ、まあそういうのはないっていう感じかな。まあでもまあ石川さんとよ、うん、フェミニスト、アクティビスト、俳優、ライター、元グラビアアイドル。フェミニスト、アクティビスト、まあ肩書き好きなんやな。俳優なのこの人、ライターなの、まあ本出してるからか。女優、グラビアアイドルは卒業し、フェミニスト活動がメインとなってる。まあそれで飯が食えるからいいよな。まあ、一応成功してるよな、その、うん、そういう意味では。うん、まあなんか他ノラフェミニストとかノラツイフェミとかいっぱいいるけど、ここまではなってへんわけやから。まあ石川さんはまあうちではっていうか、みんなそう思ってると思うけど、相当頭悪いと思ってんだけど、うん、あんだけ頭悪いのに一応ここまでの地位になってるねっていうのは、うまいことやってんじゃなっていう、その。うまいことやる能力はあるんやなと思うね。別に褒めてるわけちゃうけど、まあでもまあ見習わなあかんなっていう、なんか頭悪くても一応その文句言うだけでお金がもらえる、そういう存在になれるっていういい見本やね。あかんやけ、でもそんなやつが増えたらよ。あかんが。はい、でまあ2人目はあんまり触れんとこか。まあこの人ですわ。はい、なんかめんどくさいでね。めんどくさいやつがめんどくさいことを言うと、めんどくさいことはどこまで行ってもめんどくさいってことでさ。乗り越えネットたらいうなんかな、活動も意味が分からへんわ俺には。マジで東京 MX がこの人に謝罪、わざわざ横断幕まで作ってさ、僕謝罪って、ね、謝罪させられたんやない、うちにも謝罪せいで来んのかな。来たら面白いよね。来たら面白いよね。あ、ほんでさ、ちょっと戻るけどさ、はい、ここで言っとこうか、はい、うん、石川由美さんの話戻るんだけど、うん、俺の Amazon レビューに文句言うてたっていう動画作ったやん、文句言ってたやん、はい、事実を言ってないこいつらはみたいな感じで、うん、私がパチンコ始めたのは彼氏の影響なのは高校卒業してからだみたいなこと言ってたやん。で俺はさ、高校生の時に彼氏の影響でタバコとパチンコを始めましたっていうことを言ってしまったよね、俺はレビューでね。それは間違いだと、パチンコは高校卒業してから付き合った彼氏の影響で始めただっていう、まあそこはさ、俺まあ事実ではないことを書いてしまったので、レビューで怒られてもしょうがないし謝ったけどな。はい、で一個言い忘れたんやけどさ、はい、言い忘れたんやけどさ、でだからそこであれ俺間違ってたっけと思って本をもう一遍確認したら、何やったかっつうと、
タバコは高校の時から高校生の時から吸ってたけど、パチンコは高校卒業してその時に付き合った、その時から付き合った彼氏の影響で始めたっていうことで半分当たっとんやないかいっていう話でさでさ、何が言いたいかっていうと、はい、結局自分の都合の悪いことは言わへんのね、はい、とこれですよ結局自分の都合の悪いことは言わへんのですなと。ほんでさ、そんな人を間違ってるとか言うの糾弾するんやったらさ、確かにこタバコは高校生の時から吸ってるけど、パチンコは高校卒業してからやってるって言えばいいやんけな、あの俺に対するあれにしてもさ、なんでそっちの高校生の時からタバコ吸ってるは隠すんですか？なんか俺とかもう一人いたけどさ、その文句言われてる人が、その俺らが 100% 間違ってるみたいな言い方やったんやんけな、あれ完全に、うんうんうん、50% は当たってんやからさ、何その都合のいいようにもう俺らが 100% 間違ってるみたいに誘導すんのかなーっていう、やっぱ都合の悪いことは言わんと、自分の都合のいいことだけ持って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 言っちゃうんだねー石川さんっていうことですわ。はい、以上です。はい、石川さんに対しては以上で、はい、はい、田島陽子さんね、もう80やねんなこの人、ラディカル、日本を代表するラディカル、まあ田島陽子さんが一番あれやな、一般的には知られてるやん、いろいろ出てっからな、テレビにも。で、社民党にも入ったけど、辞めたしな。まあ、その社民党に入って政治家になったんやけど、まあ、私は向いてないって言って、すぐ辞めたのは、まあ、潔いといえば、潔いと思うけどね。しがみつかん、そこにしがみつかんだ、あ、私向いてないわって言って、辞めたのは、俺はそこは、まあ、いいかなと思う。しゃあないや、それは。いいかなと思ってなったけど、ああ、やっぱ向いてないわ、いうことはあるんで。それはいいと思いますけど、まあそれぐらいかな。まあでも、でもあの、この人のおかげでっていうか、おかげか、おかげっていう言葉が正しいかどうか分からないけど、この人のおかげで、こう、フェミニズムとかフェミニスト的な発言をする人物っていうのは頭がおかしいんやな、やっぱりっていうのが、広く知られて、まあそういう意味ではいいよね、いい存在よね。うちの母親とかもほんまこの人の言うことはもうおかしいわとか言って、ほんまイライラするわとか言ってたからな女性紛れもなく紛れもない女性であるうちの母親もほんま昔から言ってたからな、うちの母親もほんまこの田島陽子の言うことは聞いててイライラするって言ってたから、何だっけ、なんとか委員会、そこまで行って委員会とか見てて言ってたから、まあ女性でもまあ普通、普通、うちの母親が普通なんかどうかは分からないけど、多くの女性はフェミニズムとか言ってギャーギャー言う人物っていうのは敬遠するんやなっていうのがよく分かるええ例ですわ。で最後、まあ上野千鶴子ね、まあフェミニズムとか言ってギャーとか言っといて、日本は等しく平等に貧しくなろうとか言って、なんか貧困こそが美徳みたいな、昔のほんま昔の土左翼みたいなこと言いつつ、自分はタワーマンに住んで会社乗り回してるっていうね、なんか言ってることとやってることがバラバラなね人ですよ。で言うてることもなんか東大の名誉教授かなんか知らんけどさ、はい、小難しそうなこと言ってっけど全然意味のわからない小む私の知性についてこられないあなた方が悪いのよとか言いたいんかもしれんけど、そんなもうそんなも普通の人間に分かりパッと聞いて、ああそっかって分からへんような喋り方ができひんっていう人間っていうのは頭が悪いんですよ。お前だけが分かってることをベラ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 言って聞いてる方がはぁ、あ、はぁってなるようなことなんてな、しか言えへん人間なんて、所詮な、東大名誉教授であろうが何であろうが頭が悪いね。わかる？以上です。はい。
私の頭